仙台が舞台の人気漫画ブルージャイアントの映画化を記念し、作品のイラストが描かれたマンホールが設置されました。仙台市が漫画や映画などを題材にしたマンホールを設置するのは9回目。今回は設置期限を設けていないため、市内への集客に大きな期待を寄せています。こちらに設置されているのが人気漫画ブルージャイアントが描かれたマンホールです。主人公の宮本大が仙台のシンボル伊達政宗公の騎馬像の前でテナーサックスを演奏しています。ブルージャイアントは仙台市に住む男子高校生が世界一のジャズプレイヤーを目指す人気漫画で、作中では広瀬川やクリスロード商店街など市内のさまざまな場所が登場しています。仙台市はブルージャイアントの映画化を記念して、青葉区のブランドーム一番町商店街、常禅寺通り、西公園にイラストが描かれたマンホールを設置しました。長野県の佐久市ってとこなんですけども、北斗の県のこういったマンホールがあって、もう色合いも綺麗ですし、目に引く感じで素敵だなと思いました。仙台市では県内のスポーツチームや漫画アニメなどマンホールを活用した町おこしを7年前から行っていて、今回が第9弾。仙台市によりますと、漫画やアニメの舞台を聖地巡礼として称して訪れるファンの姿が見られたといいます。当時2作品に関しては期間限定ではあったものの、多くの方には回っていただいて、ツイッターとか SNS 等でもですね、配信しているということも見受けられましたので。これまでは人気漫画のイラストが描かれたマンホールは期間限定での設置となっていましたが、今回は設置期限を設けていないため、これまで以上の集客に期待を寄せています。常禅寺ストリートジャズフェスティバルのような、ジャズと仙台というような街のイメージですね、そういうところの向上にもつながっているのかなというふうに思いますし、作品自体は今も継続で連載されてますので、連載されている中でまたこう仙台をですね、始まりの地としてですね、訪れるということがあればですね、我々としては多くの方に来ていただくと。